昨日の記者会見でも言いましたけども、おまあ受けて立ちましょうよと。で、やはり現行犯逮捕は非常に効果があるんじゃないかと、弁護士を言い張って、俺も NHK 側が何言ってきてんのってちょっとこっちはびっくりしてるんですが、おそらくまあ請求されてるのが1100万円ということのようなので、まあ、それなりに立花と大橋君が多分やってきた集金人の撮影に対して彼らはその私的な人物であるから、それが肖像権の侵害とか業務の妨害みたいなことを多分言ってくるんだろうと思います。で、まあ、過去の分は過去の分で、まあ、別に払えもう払ったらいいかなと思ってるんですが、こちらの闘争心に思い切り火がついたので、昨日石岡君がね、現行犯逮捕したらいいんじゃないですかっていう意見があって、横須賀の石岡君ね、で、弁護士引きを3人に聞きました昨日から。1人はちょっとやっぱり危険でしょうと、普通現行犯っていうのはやっぱり痴漢とか、その暴行とかね、明らかなその逮捕要件に当たるようなものであって、そのいわゆるこういう知能犯ですよね、弁護士法違反っていうのはね、ある意味ちょっとその中身を調べなきゃ、その場で集金人が委託会社の人間かどうかで分かるんですか、その人が業としてるんですか、その人が報酬を得てるのか、その場で普通分からないじゃないですか。でも一方で、まあ、だからちょっとそれを逮捕監禁罪に当たる、いわゆる変に逮捕すると不当逮捕だっていう可能性もあるので、これがあるで、2人の弁護士はそれはもう面白いですねと、さすが立花さんですね、その発想はと。っていうのはすでに、法務省、今日総務省にも確認しましたが、合法ではないっていうか判断できませんと言ってます。違法ではない、違法とは言えないけどもちろん合法でもないし、で今昨日の段階で、日弁連に対して質問状を投げてて、でよくよく考えれば日弁連だけじゃなくて警視庁と、検察庁、もちろん NHK に対してこれが弁護士違反であるのかどうかについてのちょっと意見を聞いてみようと思いますが、まあ、誰がどう考えてもこれは弁護士違反じゃないというところは多分ないと思います、 NHK 以外は。で NHK もそれが明確な、弁護士違反でないというものは多分出せないと思うので、まあ、そういう意味ではその状況の下で集金人がまさに法律行為ですよね、利息はいりませんとか分割払いをいいですよ、とりあえず今月分だけ払ってくれたらいいですよみたいな、もうこれはもう一発アウトですので、そのもう一つ掴んだところでまさに隠れてた僕たちが出ていって、今の弁護士違反でしょと、まあ、大体そうカメラ向けられると逃げるんですよね。逃げなければさすがに減退する必要はないと思うんですけど、一緒に警察行こうかでいいと思うんですよ。そうすると大体まだ逃げますので、逃げたら追加で逃げる、追加されて逃走、逃亡を企てるで減退したらいいとか。で、なんで現行犯逮捕しなきゃいけないかっていうと、現行犯逮捕しないとさすがに警察も捜査しづらいだろうというところで、弁護士違反ってとにかく懲役2年以下なんで結構罪重いので、減退した方が警察も仕方なく、もちろん現行犯逮捕してすぐに100等番して司法警察署もいわゆる警察に引き渡さなきゃいけませんよ。それはしっかりとやっていけばいいんじゃないかなということで、これは僕が積極的にやりますので、やりたい人はやってくれたらいいですが、まあ、ちょっと危険なことなので皆さんにお勧めしようとは思ってないです、はい、皆さんにお勧めしようとは思ってませんが、現行犯逮捕するまでは当然お勧めできませんが、撮影はぜひやってください。録音とか録画ね、できれば録音で、ただ録画しないと誰が言ったか分からないってなるんで、それ俺のあれじゃないとかって言われる可能性もあるんで、録画の方が、まあ、隠しカメラで録音を撮りながらっていうのが理想ですかね。ちょっとそんな感じで、ここについてはもう、NHK のやってることはもう明らかにこれは放送法違反にはならないっていうのは、今日総務省の話でもなかなか受信料の免除をすることを、利息を
免除すること、まあ、受信料の免除はダメなんですけど、受信料の分割払いとか一部の請求とかっていうのは、やっぱりこれは免除してるわけではないので、放送法64条2項や3項違反にはならないでしょうと。ただ、それを委託会社に勧めると弁護処理違反になるということで、そこをちょっと追及していきたいなと思います。まあ、関心がある人はというか、もうぜひ、シチュエーションとしたら、溜まってる受信料を、まあ、回収に来た人が対象になるので、これ新規の契約とかはあんまり関係ないです。関係ないっていうか、弁護書違反確定っていうものじゃないので、これあんまりカメラとかで映せないですけど、いっぱい込んできてます。ちなみにね。312,990円。来てるでしょ。こういう請求書が来てるものに対して、当然急に来て312,000円払えって言わないんですよね。それに対して最終金がどう言ってくるかで、それを一部でも払ってくれって言った段階で交渉に入る、交渉ごとになるので、これは弁護士法違反になるので、逮捕しよう。だからこれをなんとかうまく皆さんがこう引っ張ってほしいんですよね。協力してくれる人を見つけてもらえる。だから、まず滞納してる人のうちに NHK です、こんにちは NHK ですっていう不在票が入ってたりすると、不在票で呼び出してもらう。で、指定をした日にこっちが家の中で隠れてる。で、撮影するみたいな。まあ、昔で言う、おびき寄せ撮影。普通こういうことすると NHK 止まるんですけど、あいつは止まらないです、本当に。バカすぎて。というか、舐められてるんだけどですよね。ちょっとそういう感じで、現行犯逮捕は、近々、警察庁とかその辺の情報が、明らかに違法ではないというような、警察や検察や、まあ、警察、検察ではそういう判断出せない、一弁連が、弁護士会がそういう判断出さなければ、これは実行しますので、協力者を探していただければと思います。あと最後は参議院。